はい、ブザーのラップ担当、ゆうやです。よろしくお願いします。何やその態度顎の長さ特技っすか。特技はあのどこでも寝れるところ床とか椅子やらあ、そう、スタジオゴミ箱の上で寝れますステージにいる時ですかね。なんかステージにいると自分ウィーってなるんですよ。なんか輝いてんな今って。いや、まあもちろんブラックオアホワイト新曲ですね。みんなでナイス言ってみんなで声出してみんなで踊れるっていうブザー史上最強に楽しめる曲になってるんじゃないですかね。その点なんか自分もライブで楽しめますし一番好きな曲になっております。なんだろうな、メンバー共通して言えるんですけど多分なんか自分の顔に自信持ちすぎない鏡見てるとき絶対キメ顔みんなしてるし、それお前だねまあ、し、言うとシャルフのあの歌ってる時の表情の色気さ、そこはちょっと盗みたいところの一つですね。本物のやつはどうしたのって言うぐらい。ブザーの曲をめちゃくちゃもう聴いてもらって今ある曲をで、声出すところとかはめっちゃバチバチに声出してもらって俺たちが行きますかみたいな時にウェイって盛り上がってくれたりとか簡単な振りが多いんで、あのハニビとかね、ビバハニーあいつって踊れるところはみんなで踊ればいいんじゃないでしょうか。皆さんアピール。はい、10、いつものね、はい、すごい上向いてる。すごい、いや、変動見てるの下ね、あごに伸ばしてるよ。ありがとうございました。ありがとうございました。てか、それすらも通る。